はい、どうも、ベイです。パサカやっていきたいと思います。はい、本日は2022年末年始すごガチャ、こちらのガチャを引いていこうかなと思っております。こちらのガチャなんですけども、すごガチャということで、このキャラたちはおそらく、ね、チケットなので出ません。なので、ガチャを引くしかないです。はい。で、今回、目玉としましては、上がり絵。このキャラクター、ライバル高校ですね。天の川高校のライバル高校のセンターフォワードという形でございます。新ランクアップ金額の完全制圧。こちらがもらえるというキャラクターとなっており、新バッジ、メテオストライク、こちらももらえるようになっております。しっかりと、まずは回していくんですけども、今回、ね、一応 PSR、SR2 倍です。すごガチャなんで、これは2倍ということなんですけども、20連目で SR 以上のピックアップ確定。で、30連目、50連目、そちらで PSR、ピックアップ 20%。ね、ここ 2% のぐらいの確率で一応上がり役もらえます。はい、もらいたいです。はい。で、40連目もピックアップ確定の SR 確定で、60連目、最後、10% チャレンジです。いやー、上がりね、欲しいよね。PSR 引ければ、そこで撤退というのもありかもしれません。はい、そして70連目で選択チケットという形でございますので、60連で上がり引けなければ70連引かないといけないかなという感じのガチャでございます。10分の1引ける気がしません。はい、10分の 110% プラス 2% が12345回あります。はい、そこら辺で上がり引かせてください。では引いていきましょう。いきます。330個で回しきれるはずなんでね。はい、いきまーす。SR 大量に出よう。 SRPSR2 倍なんです。もう1枚目から8枚目も2倍になってるんで、PSR バン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 当てていただきたいです。 1% の確率だからね、 PSR。 はい、そして虹玉3枚ね。できれば上がりの SR も手に入れたい。もう今回のガチャは全て上がり狙いです。はい、もうそれしか狙えません。てかもう新ガチャだからもうそれしか狙いたくない。はい、ではさあ来い。いやー来ないか。仕方ないんですね。はい。で、星宮 R。星宮の PSR 欲しいんですよね。でもね、そのガチャね、回せないんですよ。なので、上がりへ自分で持ち込むか、星宮持ち込むか、どちらかになってしまうんで、ここでちょっと引かせていただきたい。はい、ここ、ピックアップ確定。10枚目確定。で、9枚目がピックアップ 20%。はい、行きましょう。で、博士すごい。いや、来ないか。残念。はい、ピックアップ確定。で、複数枚来ております。OK、確定以外も5枚目が来てくれました。さあ、暗転しましょう。さあ、暗転。大事な PSR ですが、この辺もね、結構大事。皆さん覚えてますか？自分がネモさんのところで、YouTube 始めたとき、もうこのキャラクターが欲しすぎて、PSR 分回しました。ねえ、あれは苦い思い出だな。ねえ、これは、今更当たってしまいましたが。はい、アレン君は全部 PSR 抜けたという感じで、はい、これは使えませんが、記念に置いておきましょう。もしかしたら才能開花にしたわけですね。はい、で、上がり、OK、星が尊い。で、これ、R、PR 欲しいな、PR 欲しいです。はい、さあ、来い、暗転。いやー、ルミナ。ルミナは一応 PSR 持ってますんで、悪くはないです。はい、そして、一応見ておきますが、今回の限定キャラクターなんですけども、はい。チケットで出ないようになっております。ハロウィン、コイン沼。で、これ違うか、1月1日から。これか。カルロス、アレン、星宮、月吉、シンドという形なので、今、チケットは回すべきではございません。ね、メインの SR、100万以上溜まってます。回したいです。はい、どこかで回させていただきます。はい、では30連目、いきましょう。PSR 確定でございます。ここ、2% が2回あります。ピックアップ。まずはピックアップ。ピックアップエンスが来れば結構熱いです。ピックアップエンスが来れば、現状、ね、10% に昇格します。10% に昇格します。ほい。いやー、現状、うわ、来たマジか来た。これは 10% チャレンジです。来ました。上がりへ。ここで引かせてくれ。いや、頼むぞ。暗転しよう、とりあえず。10%。いや、どっちで来る ?9 枚目、10枚目。どっちで来る？さあ。来てください。両方とも安定でもいいよ。さあ来い、さあ来い、頼む。海外で取ってるね。海外の力いましたと思ったらシャビでした。はい、アシストをシャビエルなんですということで、残念ながらシャビの PSR、このキャラクターはね、まだ、最前線ということで、リッチャーリ、はい、玉欲しい。ん？来たのかね。はい。いやー、ここで 10% チャレンジできたのにな。残念です。はい、ここ。SR20%。ピックアップ確定。はい、いきます。さあ、ここら辺でもね、博士演出見させてほしい。野良博士みたいです。まあ、アレン君がね、さっき、PSR で、抜けるな。抜けなかったら熱い。抜けなかったら抜きやすい。抜きやすい。無理か。複数枚来い。複数枚。2枚。一応これ PSR2 倍なんで、ワンチャン9枚目、10枚目も PSR あります。はい。はい、星宮の PR 結構ありがたいよ。星宮の PR 結構ありがたい。はい、残念。残念です。いや、SR すら出ないぞ、上がりへ。頼む。頼む。ここ、50連目。PSR 確定2枚。2%2 回です。2%2 回。いきましょう。いやー、これ金演出が良かったな。金演出が良かった。おっ、来た。オーバーヘッドということで PSR ピックアップ確定です。いや、激アツだな。来ました。来ました。来ました。ありがとうございます。ナイスです。さあ、どっちで来る？いや、頼む。頼む。暗転させてくれ。暗転させてくれ。シャビはやめて。暗転でお願いします。あと PR 来い。来い。来た。待って。これ、ピックアップじゃないよね。もう1枚です。もう1枚の方がピックアップ確定です。焦った岩渕なんか来たと思った。岩渕はピックアップエビキャラじゃないはずだから、はい、いきます。さあ、ラスト1枚。ここでピックアップ抜けてください。来い。いやー、高山。違うな。ピックアップ PSR3 枚減ることになっているんですけど、ちょっときっちいな。10% を2回外しました。ね、まあ、20% に入ってくれたのはでかいけど、2回もね。はい、まあ、ラスト。ラストではないけども、ここが本番です。上がりへ。まあ、いつものごとくね、自分は PSR、てか、PSR 出なかったら SR も出ないから、はい、いきたいと思います。さあ、ここ、ワンチャン9枚目、10枚目、両方とも PSR 確定しない？両方とも、はい、PSR 確定ね、演出です。流れ星プラス金。で、はい、赤さまでいきますね。赤さまでいきますか？いかないか。はい、両方とも来ないかな。両方とも来ない。頼むわ。9枚目、10枚目、ここだけです。9枚目、暗転しましょう。9枚目、暗転したら激アツ。10枚目も 10%。いきます。さあ、来てくれ。上がり。たまにはこういうの引かせてくれ。10% 勝たせてくれ。来い。ここまででした。はい。もうしょうがないです。これはもう引くしかないです。いやー、これねー、まあねー、SR、まあ、チケット確定ですけど、ここからね、SR 確定ないんですよ。で、上がり 20% 出るけど、ね、ちょっときついな。うん。20% 上がり PSR は狙いません。はい。もうしょうがないです。はい。ワンチャンここで、あ、来た。博士まで行け。博士まで行け。博士まで行け。来ない。はい。あ、ピックアップ来てる。オッケーオッケー。じゃあ、上がりの PSR。1枚目が勝負です。暗転しましょう。暗転。いきます。暗転させてください。ルミナがやたらってます。てか PR 来ないね。マジか。これちょっときついな。上がり PSR 使いたかったけどね。使いたかったけど、まあ、どうしよう。ね。PSR、ね、年末年始、年始に20連しようと思ってるんですよ、チケット。そこで上がりくんが出れば嬉しかったけど、出ないんですよね。はい。メテオストライク取っときます。はい、そして、イベキャラじゃないね。ごめんなさい。イベキャラじゃない。ちょっと重いんですよね、この環境。ごめんなさい。ちょっと、はい、OK。で、バッチ。で、バッチ、どういう感じで来るかだよね。まあ、一つぐらい上限アップ来るんじゃないのかなと思っているんですけども、メテオストライク。さあ、どれが来ますかと。はい。10%3 枚、3枚逃したの痛いなぁ。ね、すごい痛い。はい、あ、マジ？あ、使えるね、OK。で、これなんですけど、スピード行きたかったな。スピードが良かったな。はい、オフェンスにしておきます。オフェンスね。はい、ミドルフライク。まだこれはね、デッキ、使ってきます。はい、そして、解放行きましょうか。解放行きたいと思います。ルミナ。ルミナはまあそんな使うかって言われると微妙かもしれませんが、あと星宮。星宮 PR 出てたよね。そうなんですよ。出てたんですよ。いや、星見はね、さっさと45にしないと上がり借りれないからちょっときつい。いきます、いきましょう。さあ、星見は来てください。さあ、来い。いやー、残念。残念です。星見はチャレンジ失敗と。まあ、星見は、まあそうだね。うん。また今後、解放させていきます。で、ルミナの解放、そして、誰だっけ？誰かいたね。はい、そしてどこ行ったルミナ。はい、ルミナ SR2 枚当たってますんで、ルミナ取っておきましょう。当たったんだけどね。はい、ルミナいっときまーす。いやー、これね、PSR 欲しかったな、ガリエ。てか、1枚も解放しないと。つらいです。で、あとは、大山が一応 PSR 50になると思うけど、それはまあ、この時かな。で、これ、使用中になってんのか。はい。で、ごめんなさい。これじゃないや。2回放してほしいな、シャビね。まあ、レメディア水産高校やりましょうというイベントが来てますんで、まあ、シャビはしっかりと使いたいですね。はい。で、解放させていきます。はい。解放させていきましょう。2回放してください。いきます。いきましょう。さあ、来い。1、2、OK。ナイスです。で、ワンチャン SR って持ってないよね。PSR な、食わせてもいいけどな、これな。ねえ、60% なんですよ。解放できるか。で、テーブル的に、輸出花だもんな。まあ、行くか。勝負します。はい。食わせちゃいましょう。で、まあ、この後、多分、効かないから PR も全部混ぜます。1解放しよう。1解放。とりあえず1解放してくれば勝ちです。はい、行きまーす。ワンチャン3解放あるから。無理だけど。はい。1。OK、ナイスです。1回放してくれました。ということで、まあ、今回はこれで終わらせていただきます。アガリエはね、どうするかはまた今度、迷わせてください。はい、ご視聴ありがとうございました。こちらの動画が良かった方の方はグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。では、また次の動画でお会いいたしましょう。つべたー。